それじゃあ、行きましょう。了解。ザージャデイ。はぐれるなよ、迷ったらきついからな。了解。了解。トザトまではどれくらいかかるんだ？迷わずに行けばそこまで遠くはない。わかった。よし、あと少しで着くぞ。案外あっという間だったな。もっと長いと思ってた。気を抜くと妖怪密集されても、防御取れませんよ。ワンパンでも食らったらまずいしな。警戒しとくか。ああ、見た。さて、例の人は寺子屋にいるかな。そういえば、一人見かけませんね。おいおい、あのアグってやつ迷子かよ。一体いつからはぐれてたんだ。あそこで迷ったらまずいのでは。あの人何か能力を持ってた。能力を解放できる程度の能力って言ってたけど、何も解放してないらしい。それ能力がないのと同じじゃねえか。まずいな、知らない間に迷子になってしまった。どこに行けばよいかさっぱりだから参ったなぁ。あれはええか。よし、これで狙撃による奇襲が難しくなる。今はここでしのごう。誰かいるぞ。あ、やっべ。やめろ、俺を殺しに来るんじゃねえ。あれ、幻想郷の人たちは銃を知らないはず、なんで知ってんだ。こいつ、話が通じるやつか。よくわからないが銃を持った連中に狙われてる。もしかしたらここに来るかも。あ、そっか。じゃけん全員始末しましょうね。お、そうだな。銃を持った連中、間違いなくテロリストだ。情けや容赦なんていらないよな。敵が来ている。よし、俺はもしものことに備える。お前は来ないことと撃たれないことを祈ってくれ。わかった。で、俺はここにいればいいのか。ああ、そこが安全だと思う。それにしても拠点から防衛用のバリケードを持ってきて正解だったな。これで生存率が上がる。神装甲も使いようってやつだ。連れてきたのは、さっきから左の方で音が鳴ってないか。いやー、そこは袋のネズミだぜ。ペコッ、ペコッスモークか。右か、だがこっちも気になる。は変えておこうな。仲間が何人も死んでるのに不用心だな。と、前の反動だったら当たってた。運が良いやつね。今爆発が見抜かないと、どんな不用心を変えても先生撃ちで大体落ちるから意味ないだろ。あとであいつの盾をもらっておくか。さすがのうちって感じだな。あっとでもあれぐらいのゴリ押しと精度を用意したい。お前どこに撃てんだよ。ドローンで探すことしか考えてないな。まずい、なんだよ。最後にたまぎれ、サブだと撃たれそう。仕方ない、リロード。大丈夫か。相手のクソエイムに助けられたよ。祈りの効果が出たか。
可能な、このまま撃たれず終われることを祈るぜ。メインの弾倉が残り3つ。相手の増援次第ではメインなしで戦うことになるな。無駄遣いは強いする。いかに節約し宿敵を倒せるか。だが打つところは打たないといけない。疑問だな、うまくいくだろうか。よし、盾兵を少ない弾薬で倒せた。これはありぜ。これがフル挑戦できる最後のマガジン。頼むぞ、当たりとライフル。弾が切れたか。ここから先はハンドガンしかないな。助けてくれ、敵が目の前にいるよ。助かった。いい天気だぜ。おいおい、あれほどの敵を相手に無傷でさばいたというのか。相手がクソエイムで助かった。お前の祈りが通じたのだろうな。感謝するぜ。少し待ってみたけど、追ってきませんね。ちょっと様子を見に行った方が良いと思うわ。なら、俺はゼロさんを案内するから、捜索を頼めるか。そういう時って2人で探した方が早いのでは。だが、その間ゼロさんをどうするんだ。それもそうね。爆発。銃声。もこうさん、あの人がピンチです。なんだと、方角はわかるか。はい、あっちです。すまん、ゼロさん。人里内で待っててくれ。了解。よし、行くぞ。冷戦、ここなのか。ここね。ただ音がなくなっているわね。手遅れだったか。もしかしたら生きてるかもしれないわ。探してみましょう。了解。お、まだ終わってなかったようだな。待て待て、俺は敵じゃない。お前はあの時の。そういうことか。今度は撃たれなかったみたいね。不死身だから撃たれても問題ないけど。そんなことより、一体何があった。歩いていたらゼロさんたちを見失ってしまい、成り行き任せで歩いたらここに着いた。そしたら一人の住人らしき人がいたさ。銃のことを知ってるから外から来た人だろうな。そしたら銃を持ったテロリストが攻めてきた。だから全力で抵抗した。一体何人攻めてきたんだ。全部合わせたら25人くらいだっけ。持ってる気がするけど。25人を一人で、さすがに持ったとしか思えない。一体どうやってその人数をさばいたわけ。相手は誤射を気にする必要がある。しかし俺は誤射を気にする必要がない。この違いだ。なるほど、相手が味方か敵かを認識している間に撃つことができるというわけか。それなら納得できる。あなたなら下手にチームで行動するよりも単独の方が強いのかもね。まあ確認はだるいしな。あ、そうそう。おい、こっちに来い。どうしたんだ。この人は銃のことを知ってるから多分外から来たと思う。
銃を持ったやつに狙われてたと言ってた。こいつも一緒に人里に連れて行くか。そうね、結局のところ結果オーライで終わったわね。そうだな、ということだ。人里に向けて一緒に来ないか。ああ、良いっすねー。やっぱりホモじゃないか、カンキ。なんで喜んでるのですか。いや、外ではそういう会話が一部の間で起きてて。本当にホモかと思いましたよ。ないです。このままだと収集がつかないから移動するぞ。ほら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 。まさかな。いや、何かの偶然だ。そんなことあるわけ。